違いすぎな肌の色。体も白くする？いや、それはちょっとめんどいよ。これで行かせてください。ということでね、化粧模索中の小沢優太でございます。最近化粧をやり始めて結構気づくことが多くなって、女の子ってよくさ、彼氏の前ですっぴんになるのが嫌だみたいなね。で、それに対して彼氏はいやいや、お前いつも可愛いからさみたいな感じで言うわけじゃん。女の子がすっぴんを見せたくない理由って、容姿がいつもよりも劣化するから、その時に色々不安になっちゃうとか、そういうのあると思うんだけど、俺この前さ、友達と銭湯に行ったわけよ。で、その時僕メイクしてて、メイクも全部落として髪の毛もサラッサラの状態になった。もう本当にオフの小沢になるわけじゃん。その後にね、友達が夕飯食いに行こうぜみたいな感じの流れになったわけね。その時に思ったのは、もちろんそのお店に行くわけだからいっぱい人がいるじゃん、ね、見られてないと思うけど、もし見られるとするならば、かっこいい自分でいたいなと思ったから、風呂入る前に行きたいなって思ったの。すっぴんが嫌だって言ってる女の子ってこういうのもあるんじゃないのかなっていう。つまりすっぴんになることで相手に幻滅されるのが怖いっていうのもあるんだけど、メイクをしている自分に期待っていうのをしてるから、それを見てっていうことでメイク落としたくないのかなみたいな、もっと可愛いところを見せられるぜっていう、そういう思いっていうのがあるから嫌なのかなみたいな感じで思いました。本当はどうなのかわからない、そんなこと考えたことないよっていう人がほとんどだと思うけど、俺はそう考えたっていうね。だからそうだよっていう人はコメント欄書いてください。メイクしてからね、いろいろと本当に勉強になるなと思って過ごしておりますけれどもね。そんな風に僕は努力していって、視聴者から追われる人になりたいわけですよ。ということで今回はですね、追われる女に聞いた、追われる女になれた理由ということでね、これをね話していこうかなと思っております。インスタグラムの方で追われる女になれた理由っていうのを募集してきました。それを皆さんに紹介していきたいと思いますので、参考にしていってください。ぜひインスタのフォローもよろしくお願いします。返信は余裕がある時だけにする。これ何度も何度も言われてるけどさ、追う側の人からしたらめっちゃむずいんだよね。僕は基本追う側の人間だったんですよ。だから好きな子からさ、 LINE とか入ると追い LINE まではいかないけど、すぐに返信しちゃったりとかするんだよ。追われる側になってみようっていう風に思うんだよ、一応ね。だから相手から返信が来るじゃん。それで自分もめっちゃ時間を置いて返信するわけよ。どうだこれみたいな、お前追いたくなっただろうとか思ったら、その人もまたさらに遅い時間で来るっていう。で、結局こっちが追うっていう。追われる側の人ってさ、一歩上を行く余裕があるよね、なんかあいつらやるんだよね、本当に。自分からは遊びに誘わないで、ここ気になるんだよねって匂わせる。これで気づける男はなかなか鋭いと思うけどね。俺はここ行きたいんだよねって言われても、付き合ってなかったら俺が連れて行こうという気にはあんまなれなかったかもしれない。昔はね、今はまあ結構いい男やらせてもろてっていう感じなんでなりますけれども、まあちょっと難しいかもしれないんだよね。まあでも確かに追われない女の子は結構やっぱ自分からどん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 場所を手どん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 自分から場所を提案してるイメージなので、だから効果は絶対あるよね。エロいとか、やれそうとか言われる。追われてますか？追われてません。お前、それを追われる女と勘違いしてるのか？やめとけ。それはただの、俗に言う穴もてというやつだぞ。よかった、ここで君に現実を教えられて。ずっと笑顔で楽しそうに過ごしてたから、あとは気遣い。このね、ずっと笑顔で楽しそうに過ごすっていうことが、なんでいいかっていうと、ちゃんと理由があるんですよね。追われない女の子って、デートがうまくいかなかった、つまらなかった時に、つまらない顔をすんのよ。つまらない顔っていうか、焦ってる表情。こっからどうしようかなとか、あんま楽しくないなとか思ってるのが表情に出てるわけ。でも追われる女の子って、どんなにデートがつまらなくてもずっと笑顔なのね。特に最後デートの別れ際の時に絶対にめちゃくちゃ笑顔で、ありがとうまた遊ぼうねって言ってくれるの。全然こっちは楽しませることができなかったのにね。終わり良ければ全て良しっていう言葉あるじゃないですか。人って物語の終わりとか出来事の終わりを一番よく覚えてるからなんですって。まあそれは当たり前だよね。終わりの方がさ、自分の過去と一番近いわけだから記憶には残るわけよね。それを利用した原理なんだけど、デートがどれだけつまらなかったとしても、終わりでめちゃめちゃ楽しそうに笑顔を振りまくと、その笑顔が頭に残るから、後日この間のデートどうだったっけなって思い出した時に、その笑顔が一番に来るんですよ。だから割と楽しかったなっていう風に錯覚するんですって、人って。だからとにかく男性とデートに行ったら、そのデートが楽しかろうがつまらなかろうが、最後はとにかく笑顔になるっていう、これがめっちゃ大切っていうことが実際に分かってるんですよね。へえ、面白い。平穏も案件適当にやりすぎてるわ、ちょっと。自分から連絡はあまりしないけど、相談に乗ってもらいたい時は連絡する。これまたうまいなぁ。うまいなぁ、この子。俺、とにかく深い話しようって言ってるじゃん、みんなにね。それができてると思うよ。こういう感じで相談とかするとさ、男って、この子って意外と弱いんだって思うわけじゃん。でも普段連絡自分からしてくれないわけでしょ。これっていいツンデレだと思うんだよ。ちゃんと頼る時には男を頼ってくれる。それで男も協力しちゃうしね。追われない人っていうのは、いやでも普段 LINE してるから、その LINE でいきなり話題変わったら変だと思われるんじゃないのかっていう人いるんだけど、全然 OK。マンツーマンで話してる時にいきなり話題が変わったらいけませんよ。だから僕がここで政治家について
語ろうかなあ、お前ら国会で寝てやがって税金だけ高くしてよペッって言ったら意味がわかんないわけだけど、 LINE とかそういう文章って感覚に時間がしっかり空くし、その間相手が何してるかわからないから話題簡単に変えられるんだよね。相談をしてみて流れを変えるっていうのは全然あり。男友達を少数にしてその数人とすごく仲良くする、これずる。こんなんしたら絶対追いたくなる。だって負けたくないもん他の男友達に。確かにさ、その男友達がめちゃめちゃ多い女の子って追いたいなとは思わないんだよね。なんかやっぱ諦めちゃう、自分は選ばれないだろうなって最初から諦めちゃうんだけど、男友達少数っていうのが、しかもそれとしっかり仲良くしてるんでしょ。これがなんか燃える。俺が絶対に奪いたいとか嫉妬とかそういうのも出てくるから、うまいっすねこれは。うまい、うまい。容姿を褒められたら謙虚になりつつありがとう。大正解。本当に追われる女の人は全員やってるし、マジで大正解なんですよね。可愛いねって言われた時に、いやそんなことないですよ、いや私なんてねっていう風に言う人は追われないんですよ。男もあモテないなと思っちゃう。だからといって可愛いねって言われた時にでしょ私可愛いの、これもモテません。こいつちょっとめんどくさそうやなと思う。だけど可愛いねって言った時に、いやそんなことないですよ、でもありがとうございます、これからも頑張ります、モテるんすよこれが。謙虚プラスありがとうプラスこれからも頑張る、これなんですよ。これが追われる女の公式、これがねやっぱ素晴らしいわけですよ。これぜひやってみてください。自分磨きを怠らない、スタイルを変えることは絶対、これがねなんだかんだ一番多かったですよ。小手先のテクニックを使ったとしても、もちろん追われることはあるんだけど、俺みたいにちょっと一歩上行かれたら焦っちゃったりとかして、結局また追う側になっちゃうっていうことがあるわけね。だけど自分磨きとかしっかりと内面も変わるようなことをしていると、人間性っていうのも本当に追われる側になっていくから、相手が一歩上行ったとしても余裕ができて変なことはしなくなるっていう。だから自分磨きって絶対に大切なんだよ。まずそれと、やっぱ容姿が優れるとさ、その人のこと見るじゃん、男も女も絶対に。そうじゃんね、顔が全てっていうことではないから、そこは絶対勘違いしないで。そういうような自分磨きをしつつ、さらに自分磨きの成果っていうのを加速させてくれるアイテムっていうのを皆さんに一つ紹介したいと思います。それがですねこちら、カフ。これめちゃくちゃいいっす、僕使ってます。今回はこれをみんなに紹介したくてこの動画撮ってるんだけど、今回はおすすめすぎてこれね僕頼まれてないんですよこれこの商品紹介してくださいって頼まれてないんですよ。ある日東京とか結構お仕事で行ってて、食生活とか睡眠の質とかががっつり落ちちゃって、体がめっちゃむくみ出しちゃった時があったの。それをなんとかしなくちゃなと思ったわけ。本とか読んでる時ってさ、手と目しか動いてないからちょっともったいないなと思ったの、時間が。だからマッサージ機とかそういうのないかなと思ってネット探してたら、これを見つけたわけですよね。買って自分で使ってみたら、え、めっちゃいいやん、これ紹介したいなって思ったわけですよ。ということで僕は企業さんの方に紹介させてくださいと、逆案件というのを振りました。つまりですね、僕お金もらってないんですよこれお金もらってないんですよ。一応プロモーション含むって書いてあるのは、ステマ感出てるとすげえいやらしいから、一応お金はもらってません。ただ本当に紹介したくて今回持ってきました。普段使ってるからさ、もう出してあるんだけど、普通だったらすごいごっついマッサージ機みたいな買わなくちゃいけないじゃないですか。あれがなくていいよっていうやつですね。だからすごく場所とかに困らない、しかも割とね結構動くから、1回の充電で1回分しかできないんじゃないのかなって思うんだけど、これって1回の充電で140分使えるわけですよ。だからいいなと思って購入してみたわけですよね。やっぱし足のむくみってすごく気になるわけじゃないですか。ああいうのってやっぱ調べてみると、食生活とか睡眠不足とか、本当にまさしく僕が言ったさっきの生活リズムっていうのを繰り返してるとなっちゃうわけですよね。ああいうのは血流を良くしたりとか温めることによってむくみっていうのを取ってくれるわけですよ。今回はむくみを取ってくれるこの最強の機械っていうのを紹介したいと思って持ってきたわけですよ。一体どんなものなのかっていうのを僕がね実演して皆さんにお見せしたいと思います。スイスイ、今から使っていきたいと思うんですけど、この足を見て全然お前むくんでないじゃないかって言われるんだけど、毎日使ってるからね僕。これでパンパンにむくんだ状態で使ってたら絶対嘘やんこれすごいのがさ、こいつだけでモード選択、温度調節、あと強さっていうのも変えられるわけ。だから本当にコンパクトなのにいろんなことができるわけ。温度調節っていうのがめっちゃ強いと思う。冬場とかめちゃくちゃ足冷えるじゃん、その時に温めながらマッサージしてくれるなんてこれ最高よ。僕はあんまギュって締めないね。はい、今45度で強さが弱、はい、今もうパンパンに膨れ上がってきました。これがね気持ちいいのよ。だから僕は本を読みながらこれをやってます。見やすいように片足だけでやってるんだけど、普段はもう両足でやってますね。モードも変えてみようかな、ちょっとモードプロ。ほんまか、お前プロの底力見せてみろ。俺まあまあ厳しいこと言うぞ。やるやん。他はケア、俺のことケアしてくれんの？お前ケアできんの？俺結構そういうのはっきり言うタイプだけど、できんの？やるやん。ヒーリングプロケアっていうのがありますね。僕はまあヒーリングをいつも使ってるわけなんですけども、これが結構いいんですよ。でしかもこれ軽いんすよ、めちゃくちゃ。めっちゃ軽いから持ち運びとかも便利。だから出先とかで生活リズムが崩れちゃうよっていう人とかは持っていくといいわけですよ。全然重くないから本当に持ち運べる。今終えました。
スッキリするんだよね。てか俺足めっちゃ綺麗なんだけど。今回この商品コードとかついてきますんで、新しくコードを買う必要とかはないんで、これだけ買えばすぐにできます。今回のこちらの商品ね、めっちゃいいものだから、やっぱそれなりに高いです。だからお願いしましたよ。すいません、これ割引できませんかっていう。で、そういう風にお願いした結果、いいですよということで、今回ですね、僕のクーポンを使用して概要欄から購入していただくと、なんと 20% こちら割引されます。だから少しでも気になってる人は絶対に僕の概要欄から買った方がいいです。この概要欄よりも安いところなんてないですからね。僕の力で魅力ですけれども割引いてくれるそうなので、気になってる人は自分へのご褒美でこちら買って使用してみてください。おすすめは本を読みながら使って、それだけでモテる女やろ。本読みながらこんなんやってたら絶対モテるやろ。おしゃれすぎるもんだ。あとなんかココアとか飲んでみ。やめろ、ココアはお前、ココアまあまあ糖分高いからお前太るぞ。ブラックコーヒーあたりだったらもうえぐいな。ってな感じで、今回は追われる女になれた理由っていうのをね、今回は紹介させていただきました。その中でいっぱいテクニックあるけれども、やっぱし自分磨き大切だよねっていうことで、その自分磨きの結果を加速させてくれるアイテムっていうのを紹介しました。先ほども言ったんですけれども、僕の概要欄から購入するのが一番安いので、ぜひ気になった人は購入してみてください。早いもの勝ちだからね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ビビ、高評価押してチャンネル登録もして、てかチャンネル登録無理にしてとか言わないから、登録あ間違えた、高評価だけ押して、だってボタン押すだけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。